梅沢由紀さんの活躍はすごいですね。学問の趣旨に発汗、一貫心理、自治心理も相談やな。慶応義塾の創設など本当に大活躍されていますね。本人までは偉いお方になりはりましたな。父上が生きておられたらきっと喜ばれておられたでしょうね。いろいろとお話しさせてもらいましたけどな、あてはほんまにあの人と一緒になれてよかったと思ってますね。コア先生は本当に英雄ですね。塾生さんたちも。それにしても幕末の日本は本当に大変だったんですね。今の日本も大変やおませんか。一万円札の諭吉さんも心配してはりましたね。このお札の人が諭吉さんだったんですね。今では日本銀行の顔ですな。なんか堅苦しい顔してはるけど楽しいお人でしたね。いいか草壁さん、何があっても楽しむことや。苦しいことがあっても眼をしっかり上げて楽しむんやね。見てきたんやな。はい、世界は広
親へと、アンさん、本人、英雄ですな。